どうもカッツです。今回はですね、超絶安価で購入できる鶏皮を使って鶏皮丼を作っていきます。まあ、ちょっとカロリーは高めなんですけど もうめっちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ作ってみてください。ということで調理していきます。はい、ということで鶏皮丼を作っていきます。で、鶏皮なんですけども、まあ、臭みを取るためにですね、日本酒で臭みを取っていきます。はい、とりあえずこれで10分間酒に漬けていきたいと思います。はい、10分経ったので鶏皮の水分を拭き取っていきます。はい、水分を拭き取ったらですね、一口大のサイズに切っていきます。はい、で切ったらボウルに移しまして味をつけていきます。まずは大さじ2杯の醤油を入れます。で、ごま油を大さじ1杯で、ここに旨味調味料、ここにニンニクを入れます。ニンニクは大量に入れましょう。こんくらいで、ここに小さじ1杯のウェーパーを入れていきます。さらにブラックペッパーで味付けしていきます。たくさん入れるとスパイシーになるので大量に入れちゃいましょう。で、これをしっかり混ぜていきます。はい、こんな感じで完成です。とりあえずですね、味が馴染むまで10分間置いておきます。はい、じゃあ鶏皮を焼いていきたいと思います。こんがり焼けるまで鶏皮を焼いていきます。はい、とりあえずこれで完成です。はい、で鶏皮を一旦別皿に移しまして、グレービーソースを作っていきます。まあ鶏皮からですね、油がすごい出てますけど、これをソースとして使っていきます。まずはみりんを大さじ2杯、で、醤油も大さじ2杯ぐらい、酒も大さじ2杯入れていきます。で、アルコールを飛ばしていきます。で、さらにですね、ここにニンニクを入れていきます。で、あと煮詰めていけば完成です。ということで盛り付けていきたいと思います。まずはですね、先ほど作ったグレービーソースをここにかけていきます。これだけでご飯がもう一杯食べれそうな感じですね。で、ここにですね、鶏皮をトッピングしていきます。卵黄も乗せるので、まずは周りから盛り付けていきます。はい、で、ここにブラックペッパー、はい、これで完成です。ってことで鶏に感謝していただきます。まずはですね、グレービーソースをこちらにかけていきます。お待ちかね、卵黄を割っていきます。もう皮がカリカリ、こうやって卵黄をつけていただきます。めっちゃくちゃうめえ。なんすかね、俺天才なんすかね。
もう味付けが抜群にうまい。ただちょっとしょっぱいですね。全然抜群じゃないですけど、ちょっとしょっぱいです。これ間違いなくご飯に合うんですけど、ビールに絶対合うやつなんで、ビールもちょっと飲みたいなと思います。じゃあ青いやついただきます。じゃあいただきます。かぁ、めちゃくちゃうめぇ。ちょっとがっついて食べていきます。このブラックペッパーがまたスパイシーでご飯が進みますね。ちょっと小ネギをトッピングして食べていきたいと思います。この小ネギをかけることでまたアクセントになって美味しいと思います。うん、うまい、間違いない、うまい。はい、ってことでですね、ニンニクマシマシ鶏皮丼を作っていきましたけども、絶対に間違いない男飯だと思うんで、ちょっと油苦手な方はあれかもしれないんですけど、こういう男っぽいやつが好きな方はぜひ作ってみてください。今回はですね、ご飯と一緒に食べましたけども、お酒のつまみにもなると思うんで、お酒のあてに作ってみてはどうでしょうか。ってことでですね、この動画を見て美味しそうだなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ありがとうございました。